レーティングを付与していくので、そういう面では株価を見て銘柄選択をする、もしくは株価を見て投資シナリオを組み立てる、もしくは株価を見て投資判断を行うっていうのはほぼほぼないというふうに申し上げていいように思います。こんにちは、アスナの車の時間です。こんにちは。今回はアンケートを実施しまして、はい、その中でチャートの見方ですね、それとかあと有効活用についてどうやって使ったらいいのっていうようなことが多かったので、はい、その辺について解説していきたいと思います、はい、で先日木村氏と私でニコイチのコラムを出しまして、まあ、その中でタイミング的に買いに適したチャート、それは木村氏の中で出ていて、私は買いたくなるけど我慢が必要なチャートを解説しました、はい、それをですね、まあ、コラムではなく画面を見ながら解説していければなと、でまず最初に我慢が必要なチャートを今から解説していきたいんですけれども、もう我慢っていうのはもう買った後買うか買わないか、もうずっと我慢、要は見遅れというようなステージがあるというのが、我慢が必要なチャートです、はい、で木村氏が紹介したタイミング的に、適したチャート、これはもう方向感が出始めた、チャートのことを示して、はい、チャート的に安心感があるよっていう、チャートがありますので、その辺も合わせて解説していければなと思います、はい、それではですね、チャートを見ながらやっていきたいんですけれども、チャートの分析するときに、一番まあここに出ているような法則らしい、はい、非常にこれはシンプルな、まあ、オーソドックスな感じ、オーソドックスな、はい、で出てる25日75日、これも分かりやすい、デフォルトで設定されてるのが多いのかなっていう、まあ我々の考えとしてはこれだけで十分でしょうと。そうですね、やっぱり方向性を考慮するっていう点ではこれぐらい逆にシンプルオーソドックスなものの方が専門性の高いもの、例えばストキャスとかその辺と比べるとこれで十分かなと思いますね。基本的にテクニカル分析っていうのの対義はですね、実際の売買執行のタイミングを測る、足元目先の株価の方向感を確認するというような対義になってますので、まあ難しいテクニカルを使うよりはこの、そうですね、はい、まずここを極めてから次のステージに行くというような、そのように思います。でそれでは早速ここに今出ているのが我慢が必要なチャートということになります。これ私コラボの方で紹介しているんですけども、まずこのオレンジ色が25日線、レベルのところが75日、法則に沿っているのが5日線ですね、原因に近い動きをするのが5日線になります、で何が我慢だっていうところで、まずハイポイントどこまで来たら買うっていうのを決めると思うんですけれども、大体、まあ、このチャートで言うと現状ここで見ていて、なんか75日線まで来たら買いたいなっていう、目星をつけとく、で実際に75日線まで株価が下がってきました、さあここで買うんですか、まあでも当初の狙いは75なので、ここで入っても私は問題ない、でも入り方としては本当最小単位、ここでまとめてドカンではなく、本当手をちょっとだけ加えると、まあ、100株ですね、100株買って、あとは反転するかどうかっていうのを見る、そうです、でもここまでの足取り自体は下落トレンドなので、まあ、ここで100株買って、また下落トレンド続いてる、買った値段から下がったから買うのではなく、下落トレンドが落ち着く、5倍になるまで、ここの期間はずっと我慢、で、この辺でちょっとくるっと上がるんですけれども、まだ。買った水準よりは下、5日線もまだちょっとようやく5日線が横になった、そろそろいいかなぐらいの気持ち、目線になってるんですね、でずっと我慢する、我慢してようやく5日線がクッと反転し始めた、合わせて25日線、これも下落トレンドを続けてたけどようやく横向きになった、はい、そしたらここで買い増しですかね。そうですね、100株買った後100株以上株ぐらいな感じ で、ね、でこの間は何も我慢の時間、まあ我慢のチャートですね、これは確かに考えると、ここで買ってここで買ったら平均コストって一緒でしょ、そう、これ一緒なんですけれども、中身が全然違います、ここは狙ったから買いました、でもここのチャート的に安心感が出てくる、方向性が上向き始めてるっていうのを確認できたポイントで買ってるっていうことになりますね。でここでまあ平均段階一緒だけどその後上がっていく、この水準で手を出してしまうと、こういう下の方に流れていってしまう、形成される可能性があるので、そこはやっぱり我慢しないといけないと、おっしゃる通りだと思います。ここの方向感が出ましたよっていうチャートは木村さんが、これですね、これが方向感が出始めましたよと
というチャートで、うん、なかなか方向感がなかなかないじゃないか、うんうん、でもこれも同じブルーが75日線、はい、25日線はちょっと上向きになってるわけですね。注目ポイントはここですね、うん、25日線がカクンと上向いて、うん、先ほどの1個前の、あのチャートですとちょうど、はい、25日線が横になってそこから上になってくるっていうのがこのポイントになってくる、はい、そうですね。で75日線と25日線の乖離がどんどん縮まってきていると、うん、現状はここですけど、基本的には将来を見据えて買うと、うん、このチャートは先どう描くのかっていうのがこれが未来の、うん、25日線は明らかに上向き傾向が継続して、で75日線はまだ下落傾向ですけど、まあここのところこう下向きになるよりはどちらかというとこう横横になったぐらいな感じが一番綺麗かもしれない ね。でここを下から25日線が上抜くゴールデンクロスが出れば、はい、ここまではまだ表示されてないんですけど、うんうんうん、イメージすることが大事なので、これが出てから買うっていう方も当然、うん、テクニカルを重視される方は多い、うんうん、でもここを想定してどんどん上がってきて、うん、あこれゴールデンクロス近いなと思ったらこの辺でも買えるわけですよね。特にねこの辺のところは5日線がこの時点ではもう75日線を上抜いてるし、この時点でももう25日線を上抜いてるんで、この辺からもう少し買い目線で見てるっていうのはいいと思いますね。25日線が上だからどんどん買うのではなく、はい、ここで仕込んで、うん、いやちょっと、まあ、ここで上がったから75日線超えたから買いたくなる、でもまだまだ先を見て25と75なので急にキュッとはならない、ようやくここで5日線が超えてきた、この先こういう大きなゴールデンクロスが出る、そうです、このチャートだったらここからの続きを考えるともう株価は多分この辺な感じになる、そうですね、こっち側にいないとこういうのは、うん、そう、いかにも買いやすいチャートなんじゃないかなと思います。これがあの木村氏のコロナという、はい、買いに適した方向感が出ないチャート、うん、一見出てないように見るけど、あの移動平均線の方向感はしっかり出てます。そうですね、ポイントはこの先を見せて買うということが重要になってくると思います。でこれがあの取り上げた我慢のチャートと買いに適したチャートを紹介させていただきました、うん、で続きましてですね、銘柄選択、投資判断で、投資判断後の実際の投資行動を取るタイミング、うん、これセオリー的には3つ、はい、別物と、はい、3つ全く別物と考える方がいいと思いますね。この辺についてちょっとチャートを変えます、ね、1年ぐらいですね時間軸的には1年ぐらい、当然この辺のところは先ほど一番最初にご説明いただいた我慢のチャートだったわけですよね。まあこの辺のところからじゃあ少しずつ入れるところを探っていこうという、そうですね、じゃあこの銘柄に対する、まあ、その銘柄選択もしくはその投資判断といったところで、例えば投資シナリオ等に基づいて、いやこの銘柄少し魅力的だな、どっかで買いたいなとずっと見てるのはいいと思うんですが、実際にずっと買えなかった、じゃあどの辺から買えるのかっていうことになってくるときにはやっぱり、まあ、こんなところになってくるわけですかね、うん、なので基本的に銘柄選択それと投資判断、この際にはあんまり足元の株価の推移っていうのを考慮したり重要視したりする必要は私はあんまりないように思いますね。あくまでも買いというその投資行動は、まあ、将来的なその業績拡大につれて株価が上昇するぞといったところに対する先回りの行動なので、そういう面ではそのごくごく足元のその値動き値ぶれといったものを心配するもしくは重要視する必要はないんではないかなというふうに思います。なんですが一方で投資判断を下してからじゃあ実際にその投資行動を取るぞ、買いという投資行動を取るぞって言った時にはそのタイミングですね、タイミングについては会員様各位が多分お考えになっている以上に株価推移の観察、うん、といったものが必要になってくるんではないかなと、あの重要視されるんではないかなと、こんなふうに思います。投資対象としてまあ有望だぞと思う目はつけたんだけれども、株価推移が決して芳しくないので今はまだ買えない、じゃあこのまま買っててすごく長い間結局我慢せざるを得なかったっていうようなケースは決して珍しくないように思いますね。なので、実際にその投資行動において買いという売買出向へ行動に移すときにはもちろんその株価の
位置、方向性、こういったものを見極めるのが非常に重要となりますが、実は銘柄選択の段階だとか投資判断を行う段階ではあんまり株価推移っていうのは気にする必要ないんじゃないかなと思うんですね。で、ここをお考え違いになさってる個人投資家様っていうのは非常に多い印象なので、だからこそ例えばストップ高になるとその株価推移に目をつけて飛びつき買いをしたり、株価が逆にこうやって下がり始めるといやこれはもっと下がるんじゃないかって言って見切り売りをしてしまったり、要は銘柄選択とか投資判断を下す段階で株価を見すぎているというようなイメージが非常に強いように思いますね。まあ、例えばその証券各社による例えばレーティングっていうのがありますけれども、まあ、この辺のところがじゃあどういうメカニズムになっているのかというと、まあ、レーティングで例えば買い、バイ、オーバーウェイト、こんなところがまあ一番強いレーティングだと思いますけれども、これがついていて、その目標株価がまあ例えば3000円とかっていうふうにまあ示されていると仮定して、証券各社によるその投資判断っていうのは今申し上げたレーティングと一緒ですね。なので買いだとか買いだとかオーバーウェイトっていう投資判断、これはPER だとかその株価指標をある程度参考にすることはあっても、その時点でごくごく目先の株価推移を参考にするケースっていうのはほとんどないように思います。やっぱりじゃあこのレーティングの付与の仕方っていうのは当然その業績推移面に着目した、つまりファンダメンタル面に着目して同じ業種の中での優位性があったり、もしくはベンチマークとしている株式指標、株価指標を上回るようなパフォーマンスを示せそうなもの、ここのところをまあ相対比較して買いだとか中立だとかっていうレーティングを付与していくので、そういう面では株価を見て銘柄選択をする、もしくは株価を見て投資シナリオを組み立てる、もしくは株価を見て投資判断を行うっていうのはほぼほぼないというふうに申し上げていいように思いますね。なのでまあ基本的には例えばトレーディングバイですよといったような場合以外、トレーディングバイっていうレーティングもしくは投資判断以外を、まあ投資判断を除けば、株価が いくらだから買いましょうとか、ストップだから買いましょうなんて言っているアナリストはほぼほぼゼロと、はい、こういうふうに申し上げていいように思いますね。はい、そうですね。まあ長期スパンというのは1年ぐらいのチャートですけども、はい、やはり狙い始めて、なかなか下げ止まらない、うん、ようやくこうですよね、25日線が緩やかに横になってきた、はい、このあたりからやっぱり買いたいっていうところが少し強めな、そろそろ行くぞぐらいなところですね、はい、でこの期間に示してないですけども、うん、ここで25日線と75日ゴールデンクロスが出てます。先ほどの1個前のチャートですと、ちょうど未来のここが実現されたような形になってるんですけども、その後、また下がってきちゃって、うん、そうするとゴールデンチャート機能してないじゃないかっていうところあると思うんですけど、うん、ここのちょうど抜けた期間ですね、はい、これどんなところかっていうと、今年のちょうど1から3月、はい、半導体 AI が盛り上がった、それに関連している銘柄になりますので、はい、うん、これはパワー半導体の銘柄でしたね、確かね。ずっと狙ってました。ここで買いたくなるっていうのも全体が買いたかった、うん、はい、全部買いたい。で、まあ熱が冷めて下がりました。はい、全体の動きと全く一緒、はい。さあ、じゃあ次どこがトレーディングバイなの、はい、っていうところで、うん、まずここですよね。5日線と25日線傾いてきて、25日線がようやく上上がり始めた。トレーディングバイなので、先のファンダメンタルズの拡大とかっていうところを見てない。レンジで狙えるでしょうっていう。そうですね。実際にやったところが、ここはトレーディングバイで、ここで一旦リグって、で、またここで買い始めて。ここで同じレンジが狙えると。でもそれでまだ下掘りした、おそらくここが5月30日ぐらい、クロース150室、安値を突っ込んだところですね。はい、そう、同じ流れになった。その後、まあ、ここで弊社の底打ち宣言出しましたけども、見事に切り返してきて、まあ、ここで買って難品が入れた、難品がここで入れる感じですよね、今現状に入っていると。はい、まあこれで青の線が75日ですから、75日を25日が上回る、要はゴールデンクロスに向かうぞっていう、この辺のところからやっぱり買いが入りやすかったんで、こんな感じでしょうかね。ここで目をつけてゴールデンクロスが出ました。でも実際株価はもうやっぱりこうなってきていると、はい、会員様の中には切り返したからここで買っちゃったよっていう場合は、我慢するのか、
まあ、買い方ですよね。切り返したから、うん、まずここでドカンじゃなくて、100株だけ買う。常に現金余力を残しておけば、ここで下がってきても耐えられると。で、次の、要は難品買い、平均単価を下げる狙い場所を探るっていうステージに移っていく。で、実際、ここですね。まあ、ここで買うのもよし、ここで買う。まあ、一番安いところでは買えないの。方向感が出たタイミング、ここで買う。で、こことここの平均値になりますと、平均単価はだいたいイメージ、このぐらいの水準ですね。ちょうど75日線を超えたぐらいの平均単価になってくる。よろしいと思います。で、さらにね、先ほどおっしゃられたように、これ1年ですね、チャート的にはね。なので、まあ、ここで買っちゃっても、この辺のところ来たら、いや、もうこれは困ったなっていうふうになりますけど、やっぱりそれでも我慢してれば、1年間見てるとこういうサインが出た後、じゃあこの後株価はどうでしょう。このレベルぐらいのところまではある。戻ってきそうな絵になりますよね。なので、とにかくその慌てずに、まあ、例えば少し思惑が外れて下へ行っちゃった。それならば、投資期間を少し長めに設定し直せばいいっていうような、そんな風に考えていただくのも一つの手かなと思います。そうですね。はい。まあ、そこの高いところの分は残しつつ、うん、ちょっと平均単価を下げる狙い、はい、あとはこのブレも解消して取っていくっていうような、うん、要は見続けると動きが見えるので、そうですね。はい。そこを狙って老化層を減らし、平均単価を下げ、益になるステージを待つっていうような取り組みでいい。はい。どうしても高いストップ高を買いたくなりますね。はい。まあ、ちょっとここでストップ高についてですね、うん、張り付いて取引終了間際に売り物が5万に対して買い物が500万入ってる。これは明日、明後日ずっとストップ高だと勘違いされる方が多いんで、ね、ストップ高の配分を取りたいっていう。そうですね。配分狙いのために大きく買いを入れる。ルール上、ちゃんと現物、はい、現金がないと入れることはできないんですけれども、はい、本来その10万株なんていらないんだけど、配分100株欲しいから多く入れるっていう投資家様も中にいると思いますので、はい、それで膨らんでしまう。で、朝起きてみると買い物がほとんどいなくなって、これに捕まってしまうところ様が多い。はい、そうですね。まあ、それも、先ほど、まあ、申し上げた通り、足元の株価を銘柄選択、もしくは投資判断の材料としているがために、そういったことって起こりやすいと思うので、銘柄選択もそうですし、投資判断もそうですし、実際の、売買執行といったこの3つは別物なんだっていう考え方を徹底していただければ、より投資効率が上がってくるんじゃないかなというふうに考えます。最後にまとめさせていただきます、はい、で今から伝えるこの3ステップですね、これを、うん、まあ、投資判断の参考にしていただければと思います、はい、まずステップ1ですね、はい、銘柄選択、将来的な業績拡大の可能性、はい、ファンダメンタル図面を重視し検証、はい、ファンダメンタル図面を重視することがやっぱり必要だと思います、はい、で続きましてステップ2ですね、投資判断、同業主体での優位性や全体相場との兼ね合い、うん、ファンダメンタル図面、はい、を重視し検証、うん、まあ、同業比べますよね、ここと同業って出てきて同業がどのぐらい儲かっているのか、うん、ほとんどほぼほぼ一緒です、その時に少し株価を参照するのはありかなとは思いますね、株価は割安になって、はい、こっちは割高になって、はい、まあ、それをペアトレードにするっていう投資法もありますので、うん、はい、その辺も参考にして、はい、で最後にステップ3ですね、投資行動および売買執行と、うん、ところでテクニカル面に着目、はい、最後はもうテクニカルを見て入るポイント、はい、で株価の方向性を確認し、うん、観察して、はい、で買い物を狙う、そうですね、まあ、このステップ1,2,3、はい、この辺をちょっと頭に入れてる、そうですね、この3つをなんとなくこう意識していただくだけで、綺麗に買える、綺麗に売れるっていうのが少し近づくんではないかなというふうに思います。売れると出ましたけど、売りのタイミングっていうのは難しい、売りのタイミングは難しいですね、売りのタイミングに関するご相談をよく受けるんですけど、基本的にはその投資家各自の期待リターンがいくらぐらいなのかっていったところが売りのポイントを絞る時の一番目の定義になるんじゃないかなというふうに思います。あとはテクニカル面から、例えばこのチャートで言うんであれば、やっぱり売りが多く出そうだなと思うのはこの辺だとか、この辺だとかって言ったところまで株価が戻っていくんであれば、当然この辺は抵抗が待ってそう、ここ1年間ずっと待ってたっていうようなところの売りが出やすいのは、まあ、こんなタイミングでしょうかね。なので、まあ、テクニカル面のところをある程度参照しながら、例えば100円の値幅が取れればいいのか、1000円の値幅が取れればいいのか、
500円の値幅を狙うのか、それと、まあ、こういった、上値抵抗と目されるようなところをテクニカル面で引っ張ってきて、まあ、あとは、まあ、ファンダメンタル面からその理論株価を弾くっていうのももちろん大事だとは思うんですが、どちらかというとファンダメンタル面が一番ではなくて、買おうと思うタイミング、売ろうとするタイミングっていったところはやっぱりテクニカル面のところを重視してふさわしいタイミングを測るっていうのが、まあ、一番あの妥当なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。以上で、はい、あのチャートを使いながら、はい、解説させていただきました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。